あるサダーカ、ワルサラームスタジアムは、クウェート国の首都、クウェート市にある多目的スタジアムである。サダーカは、アラビア語で友情を、サラームは、アラビア語で平和を意味するため、英語に翻訳して、ピースフレンドシップスタジアムと表記されることも、多い。スタジアムの名前は1989年、第一次湾岸戦争後にイスラミックピース フレンドシップフェスティバルをクウェートで開催したことに由来する。主にサッカーの試合に用いられる。クウェートプレミアリーグに所属するカーズマ SC がホームスタジアムとして使用しているほか、サッカークウェート代表のホームスタジアムとしても利用される。また、国内カップであるクウェートアミールカップやクウェートクラウンプリンスカップの決勝戦の会場としても利用されている。 収容人数は2万1500人。クウェート国内では、ジャービル・アル・アフマド国際スタジアム、サバハーイコール・サーリム・スタジアムに次いで3番目に、大きいスタジアムである。1990年、2003年には、ガルフカップの会場として使用された。ありがとうございます。